どうも、おばです。ふや太郎と申します。最近ね、デバッファーなんかちょっと話題になってて、今回はデバッファーをね、作るおすすめサポートカードと、それから、低レアでね、めちゃくちゃデバフ持ってるシンボリルドルフのサポートカードは強いのかっていうのを紹介していきたいと思います。今日のテーマデバフなんですけど、なんかね、最近話題のランカーさん、この方にのカレー派さんですね。この方面白い編成してて、なんかちょっと話題になってて、この方 A+A+B+ っていう風にこう最後3人目がね、ちょっとランクが落ちてて、この子を見ていくと、めっちゃデバフ持ってるんですよね。このね、デバッファー編成真似したいなーって思っても、いや、サポートカードないんだわみたいなねサポートカードどうしようってなってくると思うんです。で、ほとんどみんな持ってそうなサポートカード、最低レアのシンボリルドルフ、これがめちゃくちゃデバフ持ってるんですよね。で、これ私貫突の、レベルマックスで試しに使ってみました、何回かね。正直な感想なんですけど、あんま強くないかなデバフが強くないんじゃなくて、このサポートカードがちょっとあんま強くなかったかなっていう感じで、もしかしたら無凸の SR よりも貫突の R の方が強いんじゃないかって思う方いるかもしれないんですけど、しっかりね、そこはちょっとサポート効果の方を数字で確認して見ていきましょう。はい、では実際に貫突の R ルドルフと、貫突のマーベラスサンデー、無凸のマーベラスサンデーを比べていきます。R のルドルフは貫突でこの性能になります。まあもちろん貫突のマーベラスサンデーには負けるんですけど、無凸のマーベラスサンデーにも負けるんですね。そんなことないよって思うかもしれないんですが、こう固有ボーナスがすごく大きくて、R だと固有ボーナスがついてなくて、SR だと固有ボーナスがついてるんですよね。パッと見のトレーニング効果では、ここ30%と初期値アップ15で、パッと見のトレーニング効果だと、あれ、ルドルフと全然同じくらいかね、ちょっと弱いくらいじゃないって思うかもしれないんですが、固有ボーナスが乗ってくるので、ここは 30% のプラス、そしてここは20のプラスになってきます。固有ボーナスを加味して考えていくと、貫突の R でも、無凸の SR には勝てないんですよね。残念ながら。まあ両方無凸だとマーベラスサンデーもヒント率はないんですが、貫突のルドルフでも貫突してもヒント率アップはもらえないんですよね。で、このヒント率アップがないっていうのは、スキル目当てで編成しているサポートカードにとっては結構致命的で、めちゃくちゃイライラしますね。なんか育成してて全然なんかびっくりマーク出なくて、おかしいなみたいな、ほんとちょっとしか出なくて、結構イライラしますね、これは。何回も何回も周回して、まあいっぱいデバフね取れたらいいなっていう感じで、まあ、なかなかくれないのがこの意地悪な会長になっております。R のルドルフでわざわざ無理してね、周回しまくるよりかは、今回のイベントの SR ナイスネイチャー、こっちか。これもしっかりデバフ持ってるので、これも結構いいと思います。あとイベントのだと、イベントのタンホイザも1個デバフ、育成イベントで逃げ牽制のデバフを、タンホイザも持ってます。あとやっぱ手に入りやすいとこでいくと、ハイフライシャワーですよね。この閃光絶対殺すマンみたいな。あと他ガチャで出てくる SR だと、スイープ投手だったり、イクノディクタスも育成イベントでデバフをくれます。あと気流院もね、育成イベントでデバフスキルをくれます。このあたり編成してデバッファー作るのが無課金、美課金にはいいのかなと思います。で、多分、デバッファー育成の最終形としては、サポカでデバフを取るんじゃなくて、因子でデバフ取った方がいいのかなと思いました。もう因子にね、たくさんデバフスキルが入ってると、継承の時にもうスキル取れちゃうので、わざわざスキルだけ目当てに、あんまり編成したくない得意トレーニングのサポカとかを編成しなくて済むので、もっとステータスが高く
デバッファーでもよりステータスを高くできると思います。私もね、因子にデバフが入ってる子がいて、この子継承の時に結構使うんですよね。先行ためらい星さんが入ってるの で、この子から作った子はね、毎回みんな先行ためらい入れてますね。先行の馬娘って多いからかなり助かってますね。これもっと因子にデバフを仕込んだら、もっともっと楽だと思う。デバフ育成が、これからの因子周回は多分デバフのサポートカードをめっちゃ入れて、めっちゃデバフ取って因子周回するのがいいのかなと思います。青因子ね、星さんの青因子ポロッと出て、しかもそこにめちゃくちゃデバフが乗ってたらもう超絶美味しいですからね、その子継承に使うのには。なんで因子周回の時にはぜひ今回紹介したデバフサポートカードを入れてみてください。というわけで今回のテーマはデバフでした。それでは短いですがこの辺でお疲れタンホイザーしたっけねー。